こう、まさか私たちを追って。いや、私たちが地球を脱出してからずっとつけ回されている。スロアン、アマンダ、ハイブがそこら中を汚染しています。ホリデー、また空に上がってくれ。周辺の安全を確保するために空の警備を引き続き頼みたい。ああ、その脱出の時に私の船も結構損傷したの。電気が通ったら真っ先にお前の船を修理するよう手配しておく。うん、ありがとう。ここから波エネルギー変換器が見えます。そこにあるスイッチを入れてやればいいだけだよ。システムにアクセス中。ピストンはいくつか動いたけど、でも全然足りない。何かがおかしい。ピストンが動かないなんて。悪いけど、そこから出てどうなってるのか見てきてくれる？
今の聞こえましたか？変換器のプラットフォームに着きました。停止してるピストンを見つけて原因を突き止めて、全部動かしてくれたら十分な電力が流れるはず。1つ目のピストンが動きました。しっかりきれいにしましたよ。原因が分かりました。ハイブの汚れがピストンを停止させていました。よかった。でもまだこっちは暗いままなら取り除いてくれ。もっと取り除く必要があるようだ、ガーディアン。
つ目もきれいにしました。司令部はまだ暗いということはピストンだけじゃないってことね。つまりサーキットブレーカーをいじる必要がありそう。中央プラットフォームへ行け。すべてそこを通っている。ブレーカーはその辺にあるはずだ。さっきも言ったが、見つけてスイッチを入れてくれ。よし、電気が戻ったよ。みんな、よくやってくれた。だが、傍受した敵の通信の作業がまだ残っている。